これ失敗するかもしれない。教えていただく側にもありたい。だから、あのいいよ、日本は得意なんですよ。だから、みんなやってるところに違わせてもらって、で、こうやって練習して、僕はこんな風になっちゃダメだよ、練習しちゃダメだよっていうのを決まってくれる。はい、グリーンって言ってます。そっか、トレーナーチームなんだ、これは。はい、足だけも前に出しちゃうっていうのが割れを作る。これが割れ目、このこれが割れ目が2つ目で、3つ目がこの割れを作った後にトップからインパクトまでを早く打つ。 OK、 ここに準備しっかりとりました。でその後にここのボールまでが早ければ早いほどボール打つと思うんで、絶対こっちが早くてもファールしたりとか別にこっちは関係ないから、このボールに当てるまでを早く打つ、早く打つっていうのを、その3つを今日は意識して、ティーとちょっとキティしかできないんだけどやってみてください。はい、キティが特に大事にしてほしくて、
起きていてもボールが止まってるから自分のポイントでしっかり打てるよね。動いてないから。で起きていの時こそしっかり意識して打つ。で起きていで意識したことをそのままトスでやるっていう形でやっていきます。先生の方が多いね。大丈夫、守備グループはこう思うだけで大丈夫。じゃあもうみんなで先にオキティしちゃおうか。オキティする、半分になったらティする。その形でいきます。だから、はい、みんな体力ある？あります。15分で、ある？あるんだったら2人1組でやろう。あるんだったら2人1組でやって、オキティ2つしかないからこう回っていく。どう？打ちそう、いっぱい、まあ、休憩室でもいいし。せっかくなので頑張れ。頑張ろう。じゃあ2人1組でやってもらって、1人待ってる人はこの練習、前に行かない、足だけ行く。前に行ったら絶対詰まるから、だからこの練習と、もし分からんことがあったらもうこんだけいっぱいね、お姉ちゃんたちいるんで声かけていっぱい教えてもらってください。いける？はい、いける？はい、よし、最後、はい、
オッケーいいよ。回ろうか、先頭。はい、先頭。まず探していこうか。ID 意識して、ID 意識して。次先頭来たらちょっと止まって、動けないから、どっちにしろ足は揃っちゃう。はい、そう今見てて結構グローブが前まで合わせるまでいいんだけど、バッと上から出す選手とかもいるから、それだとこうやっぱ飛んでるしやすくなってたりするんで、ちょっと早めにもグローブ下から出すよ。ダイヤも飛んでるとかあるから下から早めに出すよ。で、あと、ボールにこう合わせすぎない。なるべくチャージは早く、チャージは早く行って、多分知らず知らずにどっちかっていうのを思い出してやりやすいやつになってるから、そこまでそれを取らなくていいんで、ボールまでは早くで最後合わせる意識で。もう一回行きましょう。はい、皆さん、どう取る？いつも。で、この時注意してほしいのが、あまりこう、自分の目線に全部かぶっちゃうと、ミスしやすくなるとか、多分弾いたりとか、取り損ねたりするんで、若干目線はそらした方がいいかな。見えるように、ボールのラインが見えるように入る。体の中で取ることは変えない。でも、体の中でこれが一番いいか。
して取るには自分の体の中は必須なの。だから間に合わないなら体を向けちゃう。間に合わない音じゃダメ。そこを意識してやってみてください。はいはい。しやすくなるから OK、はい、ちょっと意識してみて、こっちの打球とかは入りきれるなら普通に入ってるだけですけど、不利な場合もあるので、ね、その時はちょっとThank you.
進めオッケーみんな正面にならないで打球に対して正対しちゃうと動けなくなるからなるべく2回だけ切って動き出すんですよ。正面のとこ下がれないでしょ。だから絶対どっちか切る。どっから先頭だ、はい、ラストマリコ、ここからラストで、ここからラスト1本で打ち投げて1本で4取って投げる OK いいよお願いします。取って入りあいいねいい入り OK うまいうめえよやるやんくれんなやるいいよいいようめえうめえ危ない危ない危ないもう一本いったけもう一本いったけあ、惜しい、はい、よいしょバスオッケーオッケーオッケーおいトライいいね終わりそうだオッケー、ナイスアイOkay. Okay. 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 Okay.